牧野K。ヤオさん、僕も疲れたよみたいな。どこに歩き方や。ああ、頭痛い。頭痛いよ。ここどこだ。頭痛いよ。っていうやつじゃないね。あー、お、クリア条件が2つある。まあ、とりあえず走るよ。こんにちは。あれ、ここ同じステージじゃん。絶対同じステージよね。ほら、銃がおるんで。ああ、同じステージ、同じステージ。あ、同じステージだったら楽やぞ。うわ、めちゃくちゃおるやん。同じステージは楽やけど、なんで同じステージこいつ。あれなんかな、道迷って一周して同じ道に行くみたいなね。よくあるやつ。あれこれこっちかな、いや、こっちかな、いや、こっちかなとか言いながら、ちょっと遠回りか、早道かをしようとしたら、一周回っちゃったみたいな。ばあちゃん、どっか行け。ばあちゃん。おばあちゃん、どっか行ってください。そんないい気あら、よし。息荒くしなくていいからさ。はいはい、ベイ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 。ベイ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 。あー、やっぱ草刈りしてんな、こいつ。まあ大丈夫でしょう。走らなければ問題なし。あー、ミスった。とりあえず上に上がるか、とりあえず上に上がるか、とりあえず上に上がるか、よしよしよし、とりあえず上に上がろう。はい、あ、クリアしてしまった。あ、大丈夫、まあいいだろう。女の子見つけてないけど大丈夫。死ぬんじゃねえよ、あの女の子。あの女の子ってどのなのか全然わからんけど。あ、出たー。大丈夫、話見たよ。あのさ、なんかここめちゃくちゃやばい状態みたいだし、とりあえず教会に一緒に行こう。その犬はもう死んでるっぽいし。埋めろ埋めろ埋めろっていう感じで話した気がするわ。もう飛ばすわ。あれあれ見たけどな、ここ。ん？ここ同じところかな。武器になるものを探す。怖いな、相変わらず。あれでもここやったよね。あ、やったやった。ここやったけど、どうなってんだろう。見えない。ちゃんと私を見ろ。よーし、とりあえずクリアはしたけど、なんかね、別の道もあったんだけど、スナイパーがおっていけなかったんだよな。結局わからんやったな。こっち来るよね。クリア条件2をクリアしないと次のとこに行けないんだよな。同じクリアの仕方したらぐる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 回っちゃうな。お、お、待て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 、今クリア条件2つ目あったぞ。あー、ああああ、クリア条件どこで見るんやろ。あ、これか。クリア条件1の道ってどんなやったか覚えてないな。でもこれ一応マップは覚えてるからな。まだもう70歳元気いいなこいつ。これ反対側は戻るわけにはいかないですよね。オッケーオッケー。前回は、スナイパーをぶっ殺して次の奥に行ったんだけど、今回はどの道で行ったらいいんだ。結構こいつ難しいんだよな。弾の回数も限界があるからあんまりドバドバ攻撃できないんだよ。この左のところのこの奥だ、この奥の鍵行ってないんだよな。これをどうするか前回分からずに別の道に行っちゃったから、これこの鍵錆びて潰れてしまう。何か道具があれば壊せそうだ。でこのですよね、この壊す道具を探せば別のルートに行くんだな。うわー、楽しくなってきたなー。こんなに楽しいゲームとかなー。まあとりあえず敵がいる。とりあえず敵をぶっ殺しながら進んでいくか。さて、まさかセレクトボタンを押すとマップがあった。ふざけるな。マップあるじゃん。わあ、マジか。マップあるやん。スタートはここだろ。いつも左側の、これマップ動かせるかな。動かせる。これ近づけれる？スタート行って、いつもトロッコ、こっち側行って、階段下に行って、で、スナイパーをぶっ殺して、トロッコのね、上のところに行くんですけど、ここに行って、トロッコを押して、スナイパーが、ここの目の前にいるから、そいついつもぶっ殺してるんですけど、あれ？ここ入れるの？行ってみるか。入れる。やったー。ここね、ここって言っても分かんないと思うけど、ここの先に行ったらクリアなんですけど、ここをいつも入らずにそのまま通り抜けてクリアしたから何もなかったんだ。なるほどね。お、ツルハシがある。拾う。これで壊すんや。やったー。あー、怖かったー。最後危なかったな。怖かったー。よし、でここの扉を開けて壊す。ピッケルほい、よいしょー、よいしょー。うふえ、あ、折れた。使い物にならねえな。さあ行こう。でこの先行くとゴールか。マップ見よう。マップがあるならマップ見るわ。今、青いところやな。青いところっていうこと全然わからんな。今は、今ここだな。ここの近くだな。この近くにおるって感じやな。よし。なんもないよね。よし。もう死にたくないぞ。もう多分通り抜けるだけだろう。なんもなさそうだし。最後、俺たちちょっと確認しよう。よし、誰もな。よっしゃー。ゴールウィン。やったー、嬉しい。楽しい。条件2クリア。やったー。コーヒー飲みすぎてめちゃくちゃ気持ち悪い。吐きそう。全然関係ねえ。最悪。これ新しい人か。顔もベトベト。シャワー浴びたい。なんで誰もいないのよ。お前ら何しに来たん。お前らどっから来たん。タバコ捨てた。最低。よそ者か。お、巻き込まれたな。私道に迷っちゃったみたいで。猫かぶったな。昔と寸分違わない姿。ヤオビクニだ。あれは化け物だ。ちょっと話がよく分からなくて。それより女のようになりたいか。永遠に生きる女に。何言ってんだおっちゃん。話にならんみたいな感じで前歩きよけど、俺もわからんからな。はあ、だから田舎は嫌なのよ。結局このゲーム自体は何なんだ、何なんだあんた。セーブやった、セーブ。よーっしゃー、気持ちいい。まあマップがあれば楽勝ですよ。完全になんか途中まで縛りプレイやったな。よーし、では早速やっていこう。誰だこいつは。あ、さっきのうざいやつか。やだ、さっきも見たこれ。同じとこぐる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 、こっそりカメラ回してんじゃないでしょうね。回してます。あ、回してますよ多分。このカメラマンは誰なんやろ。これ、まあ、ゲームかとバカにしてる。絶対こいつ死ぬな。絶対死ぬわ、絶対死ぬわとか言いながら、これは終わるんじゃない。あ、こいつ操作できるんや。こいつも主人公の一人か。じゃあ死なねえか。もうさっきから何、幻覚見るほどおかしくなってないわよ。うわ、やべ、首取れそう。うわ気持ち悪いなこいつ。何歳ぐらいかな。33ぐらいかなこいつは。廃人を探している鍵を手に入れる。オッケー、こいつは何歳だ。あ、そうそう、マップが見えるよね。28歳だった。めちゃくちゃ失礼やな。マップが見える。あれあれ、マップこれ、おいちゃんと同じところやん。なるほど、オッケー。ジジイはどこ行ったんや。ずーっと操作しよったジジイは。まあいいか。こいつは懐中電灯持ったんやね。いいね。敵の配置は同じかな。とりあえずね、マップを見て死ぬか。もしかしたら同じっぽいな。こっちの方は、うわうわ、違うやんけー。違うやん。スナイパーがそんなところに。うわ、なんかやられた方がなんかゾンビみたいになっちゃった。よーし、とりあえず、おいちゃんのところの最初のスタート地点は行っちゃいけないっぽいですね。そこの階段の下行くか。うわ、敵いるじゃん。うわ、どうしよう。負けるかここで巻く？いや、無理だろ。うわー、無理だな。逃げよ。ここで巻くか。さあ、来い。攻撃はできないんだね。なんかアイテムないかな、アイテム。この棒引っこ抜けよ、お前。28歳だろ。うわー。あいつ引っかかってる。あいつ引っかかってるよ。あいつ引っかかってるね。なかなかこんな。でも負ける。あ、俺も引っかかった。負ける。やめて、なぜしゃがむ。でも負けた。バイバーイ。よし、負けたぞ。いいぞ。下に行こう。とりあえず下に行こう。でライトを消して一番下に行こう。こうならいいやろ。でしゃがむ。よし、安全ですわ。まあ、怖くはないでしょう。大丈夫でしょ。あいつは来んかな。これでバーンとかできたら怖いな。こいつか。見てるね。上に登れ。お、いいね。上に登ったね。よし、この間に行こう。ライト消して。うわ、バレた。まずい、バレた。ごめんなさい。もうしませんから。うわ、ごめんなさい。こっち行ける？こっち行けるか。いや、大丈夫よ。こっち武器持ってねえんだから。スナイパーいっぱい持ってたら無理やで。あ、この奥はいけないっぽいね。バイバーイ。あ、バレた。あ、やばい。体力がなくなって走れない。消そう。やばい、後ろからついてきてるような気がする。前からもおる。やばい、体力がない、走れない。ここ走れない。無理、マジ走れんって、走れんなって。こっちはいけるよね。鍵がかかってるだと。やめてー。あ、お疲れ様でーす。あ、すいません、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。やめてください。ああ、そう、このババアマジで全然走らんやんけ。顔変顔やめろ。